ベマ、みんなのアニメ2チャンネルにて実施中の特別企画、ドラクエ三昧。その第2弾として、ドラゴンクエスト、勇者アベル伝説が4週にわたり無料配信される。アベマ、みんなのアニメ2チャンネルにて実施中の特別企画、ドラクエ三昧。その第2弾として、ドラゴンクエスト、勇者アベル伝説が4週にわたり無料配信される。ドラゴンクエスト、勇者アベル伝説は大人気ゲームドラゴンクエストシリーズを原作としたアニメ作品。主人公アベルが大魔王バラモスを打ち倒す旅の物語が描かれており、個性豊かな仲間たちと共に成長していくアベルの姿やアニメならではの形で表現されたドラクエの世界が大きな人気を博した。 RR 音響監督三妻正文ロングインタビュー。アニメゲームの中の人第3回、本企画では特別企画ドラクエ三昧の第2弾としてアベマ初登場となるドラゴンクエスト勇者アベル伝説を4週連続で無料配信。2020年10月25日日曜日から毎週日曜の夜11時20分にスタートする。2020年の秋の夜はアベマでドラクエ三昧の日々を楽しもう。みんなのアニメ2チャンネルドラクエ三昧第2弾ドラゴンクエスト勇者アベル伝説。配信日時番組 URL 第1話から第11話配信日時10月25日日曜日夜11時20分から番組 URL https アベマトブチャンネルセベリボディアンイメツースロッツ DPYVRMSZYFD9HQ 配信後1週間アベマビデオで無料視聴可能。ビデオ URL https アベマとビデオティトル 203-6 第12話から第22話配信日時11月1日日曜日夜11時20分から番組 URL https アベマトブチャンネルセレリボディアンイメツースロッツ EYL1KC3Q16S 代配信後1週間アベマビデオで無料視聴可能。ビデオ URL https アベマとビデオティトル 203-6 第23話から第33話配信日時11月8日日曜日夜11時20分から番組 URL https アベマトブチャンネルセレリボディアンイメツースロッツ E4U6BoDFU3ZCAT 配信後1週間アベマビデオで無料視聴可能。ビデオ URL https アベマとビデオティトル 203-6 第34話から第42話配信日時11月15日日曜日夜11時20分から番組 URL https アベマトブチャンネルセレリボディアンイメツースロッツ E4U6YVGAP9QPY 配信あと1週間アベマビデオで無料視聴可能。ビデオ URL https アベマとビデオティトル 203-6 C スクエアエニクス NAS ドラゴンクエスト勇者アベル伝説は大人気ゲームドラゴンクエストシリーズを原作としたアニメ作品。主人公アベルが大魔王バラモスを打ち倒す旅の物語が描かれており、個性豊かな仲間たちと共に成長していくアベルの姿やアニメならではの形で表現されたドラクエの世界が大きな人気を博した。 RR 音響監督三妻正文ロングインタビュー。アニメゲームの中の人第3回、本企画では特別企画ドラクエ三昧の第2弾としてアベマ初登場となるドラゴンクエスト勇者アベル伝説を4週連続で無料配信。20年10月25日日曜日から毎週日曜の夜11時20分にスタートする。2020年の秋の夜はアベマでドラクエ三昧の日々を楽しもう。
のアニメ2チャンネル、ドラクエ三昧。第2弾、ドラゴンクエスト。勇者アベル伝説。配信日時番組 URL。第1話から第11話配信日時。10月25日、日曜日夜11時20分から番組 URL。https、アベマトブチャンネルセベリボディアンイメツースロッツ DPYVRMSZYFD9HQ 配信後1週間。アベマビデオで無料視聴可能。ビデオ URL、https、アベマとビデオティトル 203-6、C、スクエアエニクス NAS。URL、https、アベマとビデオティトル 203-6、第12話から第22話配信日時、11月1日、日曜日夜11時20分から番組 URL、https、アベマトブチャンネルセレリボディアンイメツースロッツ EYL1KC3Q16S 大配信後1週間。アベマビデオで無料視聴可能。URL、https、アベマとビデオティトル 203-6。第23話から第33話配信日時。11月8日、日曜日夜11時20分から番組 URL、https、アベマトブチャネルセレリボディアンイメツースロッツ E4U6BoDFU3ZCAD 配信後1週間。アベマビデオで無料視聴可能。URL、https、アベマとビデオティトル 203-6。第34話から第42話配信日時。11月15日、日曜日夜11時20分から番組 URL、https、アベマトブチャンネルセレリボディアンイメツースロッツ E4U6YVGAP9QPY 配信あと1週間。アベマビデオで無料視聴可能。